第2ステージ、最後のテーマは弦の共振です。弦を伝わる波は、まあ、見た目ね、横波であることはすぐわかりますね。そして、その波の速さなんですけれども、まず結論先に言うとですね、線密度とですね、張力で決まるということが力学的に導かれます。まあ、仮に1メートルあたりのですね、質量、線密度がロー、 の弦を用意して、そして張力 S で引っ張りつつ波を起こして伝えるとですね、この速さになります。できれば結果を暗記をしておいてください。まあ、張力のところはね、えー、T というふうに暗記しても構いませんよ。これをですね、力学的に導出をしてみることにします。まあ、様々なアプローチの仕方がありますけれども、えー、ここでは一つの方法のを紹介します。 今ここにですね、えー、線密度画廊の弦を用意して、そして、えー、張力 S でピーンとこう貼っておくとしますね。そしてですね、えー、ある静止観測者に、えー、この弦の一つの倍数に注目をするということをします。今、いいですかえー、強調してるこの倍数の動きを注目してほしいんですね。で、こちらからですね、パルサーがこうやってきたとしましょう。そうすると、この倍数はこう動くんでね。 波の進行方向と直角に振動する横波だからです。はい、で、えー、注目してほしいのは、ちょうど、えー、この倍数がですね、えー、最大変を取ったとき、このときのです、ね、この倍数の速度はいくらでしょうか。この人から見たこの倍数の速度ですよ。まず、波自体はですね、えー、水平にこうある速さ V で進んでいくわけですよね。 うんえー、じゃあこのバイスの、えー、速さは V かというとそうではないですね今、えー、ここに書いてあるように、えー、このバイス自体はこの破線のような動きをしますね、まあ、したがって、えー、この位置でのです、ね、速度は向きを変える瞬間ですから0になりますこれ注意してくださいね V じゃないんですよこのバイスの速度は今一瞬この瞬間0なんですでこのことに注意して これから波の速さ V を求めてみますでどうするかというとですねこの波と一緒に運動する観測者にこのバイスを眺めさせるということをします今ここにですね運動する観測者がいますそしてこの人は波と同じスピードで動いている観測者ですで先ほどと同じ倍数、ね、をじーっとこう眺めたとしましょうそうするとこの人が見るとですねこのバイスは もうこんな風に運動するように見えるはずなんです。先、まあの静止観測者とちょっと違った動きに見えるわけだね。うん。そして、この最大辺を取るときを考えるわけですけれども、この人が見た、えー、この倍数の速度は、どんな向きのどんな速さに見えるでしょう。まず、こう動いたわけですよね。ということは、この瞬間の速度は、 左向きに見えるはずですでさらにですね静止観測者から見て、えー、この速度倍数の速度はロでしたよねということは V で動くこの運動する観測者から見ればこの倍速の速さは V に見えるはずなんですですかこの瞬間は左向きの V そのような速度に見えるということですでしかもですねこの付近の動きこの付近の動き これはですね厳密には円運動ではないかもしれませんけれども、えー、細かく分割して考えると、えー、円軌道あるいは円運動とみなすことができますある半径の速さ V の円運動を起こしているとこうみなすことができてそこからですね V をゲットすることができます、えー、もちろんここで立てるのは運動方程式ですね さあ、えー、この部分をちょっと拡大して考えましょう。えー、本当はですね、微小部を考えますから、こんなでかくはないんですけれども、今、えー、説明の都合ですね、大きめに書いておきました。そして、えー、この速さ V で運動する観測者から見れば、これは、えー、V の円運動に見えるわけですよね。その半径は不明ですから、R と仮定をしておきます。それから、えー、この注目部分、 を、えー、示すですでねこの角度これをシーターと設定しましょうまあ実際は非常に微小な部分を考えますからこのシーターも微小角だと思ってくださいでさらに都合をこう、ね、2等分しておきますね2分のシーター2分のシーターにしておきますはい、えー、速さ、えー、v 半径 R の円運動をしているとみなしてこれから運動方程式を書き出しますさて、えー、この注目したこの部分一体どんな力が働いているかと とまずは聴、えー、力 S の弦ですから糸がピンと張っていて、えー、この注目している部分はですねそれ以外の部分と接触して引っ張られているの分かりますか例えばここね、えー、これとこれが触れ合ってお互いにこう引っ張り合っているとすなわちこの注目している部分はこの注目してない糸からピンと S で引っ張られているんですねまあ同様に、えー、こちらの糸からもピンとこう S で引っ張られているんです はい、こんな力が働いているあと重力も厳密には働きますよねただ、えー、重力はですねこの微小部分を考えているすなわち質量も非常に小さいので弱いと、まあ、少なくともこの聴力に比べればはる、えー、かに小さいと考えて無視をしてくださいですから現実この注目部分に働く力はこの聴力 S2 つだけと考えていいです,です、ねでこの力に 中心向き成分があるの分かりますかそれによってこの注目部分は更新方向に加速している運動しているとそう考えますそこでこの張力 S を分解をしますね特にですね更新成分だけをピックアップして書くとこちらは S×sin2 分のシーターと出てきますこちらも同じですねはいあとは普通に運動方程式を書き出しますですかはい 質量 m× 円運動ですから、更進方向の加速度は r 分の v の2乗。イコール更進方向の力は、これとこれを足したものですね。こんなふうになります。まず、これを確認してほしい。さあ、ところで、この質量 m なんですけれども、それは、線密度 r を使って書き出すことができますよね。まず、この注目部分の長さは r×θ になりますね。 それに、えー、密のローをかけると、この部分の質量になりますね。つまり、M のところは、ローを使ってこう書き直せます。それから、えー、何度も繰り返し言っているように、このシーターは微小角ということは、2分のシーターはさらなる微小角ですね。まあ、がって、サインのところは、近似ができます。2分のシーターに近似ができると。えー、こんな、近似的な運動方程式になるんですよ。で、よく見るとですね、 えー、仮定した R は消えるしシータもなくなるしにも約分されてなくなりますね、えー、V ロ S だけの式になります、えー、ここからですね V がこんな風に求まるんですこれが一つのね証、えー、明の仕方になりますまあ、他にもですね証、えー、明の仕方はありますもっと有名な方法もありますからぜひですね、えー、参考書教科書ネットなどで調べてみてください で弦の問題はです、ね、ほとんどこの固有振動問題になるかな。るか今、えー、ここにですね、えーまあ、固定端を用意するとそして、えー、長さりの弦を用意して聴、えー、力 S を加えておきますですから S でこうピンと貼っとくんですねであとはですねは、まあ、くという問題もあるでしょうしあるいはですねここに、えー、振動子と呼ばれる、ねまあ、振動弦を用意してそしてこ,、えー、この弦に波を送り込むという問題があります でその場合ですねここで一旦固定端反射をして反射ができますねでまたここで固定端反射をして反射ができますね、まあ、そのようにこの弦の中にはですね、えー、無数の波が存在することになりますでそれらがですね位相が揃わない波であればほとんどこの弦は振動しませんつまり共振しないとところが位相がピタッと揃ってくれると、えー、結果的にこの中に大きな定常波ができます それが共振しているという状態になります。でもちろん両端がです、ね、固定端になりますから両端が節の定常波ができて大きな振動になっているはずなんです。でそのうちです、ねえー、一番波長の長い定常波を描き出すとこの形になりますね。うん、これは、えー、振動性が一番低いということになりますから弦の、えー、基本振動という形方をします。で次に、えー、両端 節のですね、定常波を書くとこの形になりますね。比べると波長がこれに対して半分ですね。ということは比べて振動数が2倍なんです。ですから2倍振動という形をします。以下、3倍、4倍、5倍、6倍振動というのがあるんですね。はい。まあ、えー、この波長の波を弦に送り込んだ時だけ大きな振動をします。 それ以外の波を送り込んでも大きな振動は起こりませんです、ね、さてあと一点ちょっと確認しておいてほしいのは、まあ、これ1倍振動2倍振動3倍振動4倍振動と考えるとこの3とか何を意味してるかっていうとね腹の数ですね、うん、あるいは、えー、半波長の数ですねそれが1個2個3個、ね、そんな風に見えますそのことに注意してそれでは固有振動数を求めてみましょう 今、えー、N 倍振動を考えます。この定常波の振動数すなわち弦の固有振動数はいくらかとこの n は今の説明でこの半波長の数ですから2分のラムダは n 分の l ということになるねしたがってラムダは n 分の 2l このように求まりますそうすると弦を伝わる波の速さが v であれば振動数 f はラムダ分の v ラムダのところにこの逆数を入れますね それから V のところは確か線密度と張力 S で決まるんだね。はい。これが、えー、この定常波の振動数であり、弦の固有振動数ということになります。で、できればですね、これを暗記してしまってください。まあ、いちいち導いても構わないんだけれども、ちょっとね、えー、サクッと思い出した方がなんか楽に解けるケースがたくさんあるので、これは覚えた方がいいかなと僕は思います。えー、ちなみに S のところは、 超力 t とこう覚えても構いません。で、暗記の仕方があった方がいいなという人はですね、うん、ちょっと全然ですね、えー、関連性はないんですけど、こんな覚え方があります。2人になったらルームでろうそくを灯す。まあ、そういう覚え方が一応あるんですね、まあ。ちなみに再確認ですけど、実はここはラムダ分の1のところです。波長の逆数ですね。で、これが、えー、v。 弦を伝波の速さになりますからラムダ部の V という式にも見えますあとはですね注意事項、えー、よくですね、えー、弦を揺さぶるのに音差を使う場合が入手であるんですねでその弦と音差のつなぎ方で若干の注意が必要です例えば、えー、このようなつなぎ方をして、えー、弦を揺さぶった場合ですね その場合にはですね、音差っていうのはこう閉じて開いて閉じてっていうのを繰り返してるんですけどこの時例えば弦がこういうふうにね、えー、波形を取ったとしますで次に開くとですねこうなりますでまた閉じるとこうなりますですかこれで音差1回振動したのわかりますかでその間弦も1回振動してますねすなわち音差の、えー、振動回数と弦の振動回数は一致をするので、えー、音差の振動数と弦の振動数は ピタッとイコールになりますところが注意すべきはこの接続形態なんですねはいこの場合まず音差が開きますねそうするとまあイメージ的にこう弦がたるむとそして閉じますねそうするとまあピーンと張る感じになるんだそうですこの時注意は、えー、この辺の媒質は下向きの速度を持ってるしこの辺は上向きの速度を持ってますね そしてまた開くと、今度はこういう形になるんですね。で、また閉じてピーンと張って。で、またえ開いてこうなると。これよく見てくださいね。音差は、1回、2回、2回振動してますね。ところが弦の方は、ここからここまででまだ1回振動してないのわかるこっからここで1回振動ですよね。 すなわち、音差が2回振動して、ようやく弦は1回振動しているということになって、えー、音差の振動数と弦の振動数は一致をしません。えー、弦の振動数を2倍したものが音差の振動数になることに注意しておかなければいけない。例えばですね、えー、何かこう議論を進めて、この弦の振動、あるいは定常波の振動数が 200Hz を求まりました。じゃあ、音差の振動数は何 Hz ですかと言われれば、 このケースはですね400と答えなけければいけませんもう一点ですね、えー、説明をしておきたいことがあります例えばギターをですね、えー、弦をビーンとこう弾いた時にこの弦の中にどんな波ができているのかと、えー、一見するとこの基本振動だけが起こっていると思いがちというかねあるいはそう思いたいと そういう受験生多いと思いますけれども実は調べてみるとこの基本振動だけが起こっているわけではないんです、えー、かなり複雑な振動が起こっているみたいで、えー、弾いた時にですねこんな風に基本振動2倍振動3倍振動4倍振動5倍振動そういったものが、えー、混じった振動が起こります ですからこの弦からはですねなんと例えば基本指導数を F1 とすると F1 の音はもちろん出ていますけれどもそれ以外に 2F1、3F1、4F1 の音も出てるんですねあるいはここには書いてませんけど 5F1、6F1 も出てると思いますでそれらが合成された音を我々は聞くんですよじゃあ例えばね F1、2F1、3F1 を同時に聞いた時に 一体我々はどんな振動すの音として聞くのかと。ちょっと疑問になりますよね。これが、えー、実は音色の問題になるんですね。はい。えー、あまり入試のテーマに、えー、取り上げられることはないんですけれども、えー、知っといてもこれはね、いいんじゃないかなと。例えばですね、えー、ドレミファソラシロのラというのは 440Hz なんだそうです。で、 今、ここにですね、440Hz の、えーまあ、振動のグラフを書きました。それから、えーそれえー、こちらがですね、その2倍振動、880Hz ですね。で、これが3倍振動の 1320Hz の、まあ、振動のグラフを書きましたけれども、ですかえー、これら、例えば、えー、同時に鳴らすとどうなるか、すなわち、えー、合成したグラフ、これですね、これを聞くとどうなるかということを考えてみたいんです。 はい、ちょっと音で確認してみようかまずこれだけを聞いてます どうう。でしょう例えばこれとこれを同時に聞いた場合とかあるいはこの3つを同時に聞いたものをね聞かせましたけれども振動数はいくらに聞こえたでしょう。例えばこのグラフで見ると、えー、この3つを同時に聞くというのは、えー、この音を聞くことになりますけれどもこの繰り返しの周期というのをよーく見てくださいね。 ちょっと歪な形はしていますけれども、えー、この周期性を見るとこれと同じなのわかるですから、これは 440Hz の音として我々は感じてしまうんです。ただ、これを聞いた時とこれを聞いた時で、440Hz の音と感じますけれども、少し音色が違うのわかるかな この混じり方ですね。この混じり方で、えー、実は音色が違ってくるんです。例えばトランペットのラ、ピアノのラ、それから木琴のラ。みんな4 4 0ルツなんですけれども、少し違った音色に聞こえますよね。それはこの混じり方が違うからです。 さあ、このように弦を弾いたときにですね、えー、弦の中で起こっている振動は基本振動だけではありません。2倍振動、3倍振動、4倍振動、5倍振動も実は同時に発生をしています。そして、えー、そこからですね、F1 や 2F1、3F1 以下点々の音が出てきますけれども、えー、これらを聞いたときに我々はですね、えー、振動数 F1 の音として聞きます。ですかだから基本振動だけを考えておけばいいかな。 でこの F1 はですね、二人になったらルームでろうそくをともすの公式で、えー、腹の数を1としたですね、これで計算されるものになるよね。弦を弾いたときには、この振動数の音が出てきます。あとは大抵ですね、あのー、この振動数を変えるにはどうしますかみたいな質問が出てくるので、まあ、この公式が思い出せればね、例えば、えー、弦の長さを長くすると、そうすると、えー、振動数が低くなったりするね。 まあよくあのね、ギターってこう、どこか押さえるじゃないですか。あれでこの長さをコントロールしてるんですね。はい。それから、えー、この辺にですね、何か弦の張力を調整するようなつまみがあったりしませんかでキュッキュッてね、えー、きつくすると張力が強くなるんですよ。で、そうすると振動数が上がりますよね。それから、えー、ギターにはですね、細い弦と太い弦があるじゃないですか。えー、例えば細い弦というのは、ローが小さいんですね。 したがって高い音が出る。太い弦はローが大きいので低い音が出る。まあそのようなことが分かっているかどうかを試されます。ですね。この基本振動数で考えるようにしてください。